ファンネルがお送りするゼルダ無双厄災の黙示録続きをやっていきます。前回はアッカレートリデの奪還戦みたいなのやったんだよね。で今回はちょっと待ってね、メインミッションはゲルドーコーチですね、イーガダン総統戦ついにねやっていきたいんですが、ちょっとねサイドクエストみたいなので気になったのがあるんで、ちょっとご紹介だけして、一応いろんなとこやったら大妖精のねサイドミッションが出て、ごめんねうろちょろして、どこだっけ、一箇所残ってて、3つぐらいの大妖精のやつやって最後の1つだと思うんだけど、これが出たんですけど、まあちょっと動画に残そうかなとも思ったんですけど、まあそこまでするあれでもないかなということで、ちょっと今回見送りにしようかなと思うんですけど、まあ普通にボスがね、あの大妖精と戦うことになるっていうね面白い感じだったので、まあ皆さんねぜひやってみてほしいなというところです。はい、ご紹介でした。じゃあメインストーリーいきます。イーガダン総統戦で、パーティーはイーガダンだから、まあインパだろうな。で、あ、そっか、リンクも変えられるのか、どうしよう今回。でもやっぱリンクが欲しいよな。これでいこうか。ちょっと今回本当はなんだっけ、リーバルちょっと使いたかったんだけど、まあイーガダンはね元シー家族ということで、ちょっとインパで行きたいと思いますんで、アイテムは経験値アップ。じゃあやっていきましょう。出撃です。本当にこれでアジト相当できんのかな。ブレワイの時は面白かったけどね、あのステルスミッションで。各地のシーカータワーを復旧させたことで、ゼルダたちが持つシーカーストーンを介してハイラル各地の情報を瞬時に集められるようになった。プルアは早速その機能を利用してイーガダンや魔物が集結している地点を発見する。ハイラル城への襲撃を未然に防ぐべく、ウルボザが神獣バ・ナボリスを操作し総統の任に当たることとなった。あ、バ・ナボリスやっと使えるわ。これ今まで使ったことなかったんで、まあでも基本神獣操作はなんだっけ、あの空飛んでるバ・メドウ以外は大体変わんねえかなと思ってたんだけど。まったく、いきなり神獣を動かせだなんて無茶言うね。けどちょうどいい訓練になりそうだ。訓練でどれだけの人数が沈められることになるんだろうか。これも範囲攻撃雷だろうな基本は。で必殺技ゲージのビームは多分どれも共通だとは思うので、とりあえずエルデガードしながら進んで、あれだな、近接攻撃がどんな風になってるか気になるね。足遅そうだけどどんなもんだろうな。いや怖えよなこんな雷撒き散らかされたら。イーガダン総統戦、まあ、まずは前哨戦みたいな感じだね。本当にイーガダンだけかな。うんと待ってね。あー、なんか電気たまるな。待って、 R 落雷でしょ。あー待って違う、雷撃の嵐。あ、範囲攻撃だね。えい、これは近場の敵をやるやつか。で Y が突進。あーすごいねこれ。これ多分無敵時間なんで、これやってる間で溜まったら近づいたらこれね、結構鬼だな。ある落雷だもんね。これの落雷の範囲がよく分かんねえな。結局自分の周りだけかな。よいしょ、バリ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 ー。これはボス級のやつっていうか、何か壊さないといけないのとかあんのかな。
待ってね、全然わかんない。よいしょ、突撃。なんかモルドラジーク出た。一冊技ゲージ溜まってりゃモルドラジークも楽なもんだけど、なんだこれ。照準動かせてたろこれ。ごめん、これで、ああ、はいはいはい、私気づかなかっただけだ。モルドラジーク、待ってね、突進、あ、迎撃しちゃうわ、踏みつける、はい、撃破。やっぱ近接攻撃はもう最強の部類だと思うんで、で待ってね、食らえ。そういえば左上の雷ゲージはあれか、あればあるだけ使えるのか雷が。よいしょ、そうだね、だから L ボタンを押してガードしてると下がってくんかこれ。えい、あ、でも回復するな。全然数倒せてねえような気がするけど、いいのかな。あれ、何かいるな、待ってね。でここに強い E ガダンのやついるでしょ。雷一撃ではないのね。範囲攻撃で、ビーム溜まってないな、まだビームはまだ溜まってないから。結構必殺技ゲージはあの範囲攻撃で稼ぐんだけど、ゲージをちょっとナボリスはきついかもしれんな、これ。あ、モルドラジーク迎撃で踏みつける、ドッシン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 。これグラフィックやばいな、っていうか処理落ちしそう。よし、範囲攻撃をして、もうゲージは溜まってんだけど、よし。そっか、アジトに行くまでがこれ今回の 目的なんだね、このバーナボリスは。一応走ってる間動かせるっぽいね。じゃあここら辺で必殺技ビーム、あ、障害物破壊せよって、こっちので貫通ビームしないかな。あ、意外と長えなこれ。よし、オッケー、じゃあ進んでいきますよ。もう敵相当したんじゃない。はい、これにてオッケーかな。よし、オッケー、アジトに乗り込みましょう。今回じゃあ相方ウルボザでもよかったのかもしんねえな。これは突き進むだけだから楽なもんだね。すげえいいルピーもらったな。じゃああとは押し入るのみだ。あのボス出るかな。フルアの目論みは的中し、相当作戦は成功。ゼルダたちはシーカータワーの力を目の当たりにする。バ・ナボリスの活躍によってイーガ団のアジトへと続く道を開いた一行は勢いに乗り一気に中へと攻め入るのだった。なだれ込むぜと、あの大統領みたいな、大統領、あ、ごめん、なんか違うな。統領いるかね、スッパと。統領の名前ってあったっけ、あれ。よし、行くぞ。あ、ウルボザ普通にいるわ。攻め入る、よっ。拠点を制圧せよか。じゃあもうリンクはどんどん進んじゃうね。普通にゲルドの人たちが来てくれてんだ。あー、これ神獣の攻撃でこんな焼け焦げたんだ。すげえ。あ、イーガダン幹部、待ってね。ピータロック、そっちじゃない、こっちこっち。よし、オッケー、もう余裕だぜ。リンクはすげえ強くなってんだから。まあ推奨レベル的にはもうやばいぐらい超えてるんで。ああ、ここの祭壇あったね、ブレワイで。ちゃんと同じなんだね。隠されてんのかな、道。この辺燃やすと多分燃えんのかな。一回やってみる。ああ、でももったいねえな。ごめん、やめとこう。あのキースがいるあたりが怪しいが、あ、こっちか。正規ルートもこっちだったっけ。えい、待ってね、ちょっとマップが分かんねえから詳細マップにして。あ、コログいる。はい、1匹ゲット。
でこっち側の拠点をちょっと制圧していきましょう。あれモリブリがいる。待って、おう、まだ必殺技ゲージも溜まってねえんだよと。よっ、顔を切る。待って、ガードボタン間違ってた。よいしょ、オッケー、これで拠点制圧か。じゃあ戻って、あとは任せた。こっちだな。あ、炎のモリブリン、危ない、熱い、燃えたまま戦うリンク。よいしょ、来いや。ふんふんふん、ミスターこの4段目のなんだっけ、チャージ格闘が強いんで結構頭にヒットするんで。よいしょ、なんかミスるな今回。よし、でいやー、レベルゴリ押しですね。私の得意とする戦法です。レベルさえ上げてしまえばどんなゲームでも大体は楽になるんで。こっちから行きます。ちょっとマップ、詳細マップじゃねえとこれは迷子になる。あ、罠が、ガッションガッション言ってなかった今。あ、おお、危ねえ罠当たっちゃうとすげえ大ダメージもらうのかな。これ左ね、ガシャン。これ絶対でも一撃死でもおかしくないレベルだよね。で左に行きたい。よし、いっぱいいる。これ備蓄庫らしいですね。剣バナナでいっぱいだ。なんだビクビク動くなお前。すごい、リンゴもいっぱい出た。そんなに体力減ってねえけどな。よし、剣バナナを大量にゲットだぜ。まあできないと思うけど、このゲームではブレワイだとなんか棚の上というかあるよね、剣バナナいっぱい。稼ぎポイントみたいになってますよね。ではこっちに進みます。さあ罠はないか、大丈夫か。お、なんかいっぱい出てきたぞ。でも今回は別に数を倒せとかじゃねえから、とりあえず優先して先に進んでしまおう。お、こっちはこれね。でプー、これ痛い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 、どこまで連れてくのやめてくれよ。よし、ここはなんかでっかい爆弾、あれ棟梁が使ってたやつじゃないの。さあ出してもらおうか、貴様らの隊長みたいなのをな。出たな。ごめん、弓矢撃っちゃった回避でい、めんどくさーい。だいたい必殺技使えば弱いやつは倒せてしまう。よし、オッケー。でなんとか兵が現れた。あ、石膏兵か。石膏兵現れたから何なんだ。あ、合流を急ぐよって書いてある。じゃあこっち待ってね、マップ確認。上はこれいけるよね。よし、ちょっと上行って、あ、痛い、しまった、罠食らっちゃった。あ、なんだ、いっぱいいる弓矢で。あ、転ぐ転ぐ、オッケー。幹部に囲まれてるって。こっちは水いけんのか。あ、いける。俺が来た、必殺技で戦況を覆す。よいしょよいしょ、食らえ。あ、食らわなかった今の。待ってね、ロックオンがうまくできてない。撃破、回避。4段目のチャージ格闘を当てていく。よし、回避、来いや。 OK、 スマッシュ。これで終わりかな。ここは
敵の頭目は一番奥の広場にいるけど行き方わかんないって。お前進んでりゃなんか出てくんだろ。あ、チカロウに囚われてるとか言ってるな。今度はチカロウどうやって行くのかわかんないんだけど、マップ確認。遠いな、近道とかできないもんね。インパはとりあえず操作しなくていいだろ今回。この感じだとよいしょ、こっちだね。詳細マップ見ねえと何もわかんねえぞこんなん。よいしょ、よい、よいしょ、くらえ、よし回避、オッケー、スマッシュするよと。よし、扉開いた。これ開かなかったら進めなかったからな。下に行って合ってるよね。待って、また罠があった。危なかったな。よし、ガシャン。これ罠あんだな、いっぱい。下行けばいいんだよね、下というか。でこれはこっちに曲がって一回通ったとことかじゃないよねこれ。ごめんね、ちょっとミニマップ見ながら動いてっから変な挙動多分してると思うけど。いっぱい来た、こっちじゃねえんだな。ここを右、左、右、アバワクみたいな感じで。これはこっち行ってもいけんのか。なんかすごい作り込みだけどねマップ。えい、実際ブレワイの時こんなに広かったっけ。なんだ、何が爆発じゃん。よいしょ、スマッシュで扉が開く。で扉の元に行けばいいんだが逆だな。こっちか、こっちではない、ごめん。ここを行けば多分あとまっすぐかな、道なりに。これがチカロウだ。で一番奥発見したが話せるかいって。開けるボタンねえもんな。アジトの隠し扉とその鍵を発見したんですが奴らに奪われたと。あ、幹部現れた。ここは倒産みたいな。しまった、危ない。よいしょ、さあ吐いてもらおうか。あ、しまった。これこのゲージ出てる時にビタロックで止めるとゲージずっと壊せんのかな。よし、 OK で鍵を取り返しました。よし、で石膏もなんとか助けることができましたね。よし、じゃあ戻るよ。隠し扉の場所ですが、こいつ偽物じゃねえよな、まさか。隠し扉開いたよ、あそこです。お、ワープしてくれた、こっちね。サンキューサンキュー。スッパだ、出てきたよ。このゲージ出てる時今度あれ使ってみよう、ビタロックね。あー、でもダメだ、爆弾を。どこ行った、スッパ。隣にダウンしてる。今回は逃げないかな、スッパ。よいしょ、来い来い。どうだ、もうリンクは強くなったんだぞ。さらば、さらばって。爆弾をやりたいんだ。待って、リンク爆弾投げて、えい。よいしょ、でスマッシュ。いや相変わらず体力高えなこいつ。深くはや、で待って、ビタロック。あ、やっぱこの状態でビタロックできる、だいぶ削れるね。ちょ待って、今使えねえんだわ。うわ、爆弾、ボン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 。これはあれだな、スマッシュやってあと必殺技やれば。あー、まだか、もうちょっと頑張るか。
深く一回ぐらいパリやりてんだけど、なんだこれ、お回転切り、なんだ隙だらけだけど、その後はパークダウンドン外した一発目、よいしょ。もうそろそろ必殺技で仕留めれるな、えいえいやー、あまだだったでーい、オッケースマッシュで終わりた、よし、オッケー、あとは投了じゃない、先を急ぎましょうかはいいんだけど、上に行きたいんだな、きっとこっち側、ここが開かないと、開いた結局さ、インパ連れてきたけどずっとリンクで行っちゃってるわ、強いからね、しょうがないよね。出た出た、また変なの乗んのかな、変なのに乗るというか、やってくれたじゃねえか。だが俺様は気にしてない、全然気にしてない、これは気にしてるパターン、なぜだかわかるか、お前らの命運がここまでだから、たぶーん、たぶーん何やる気だ、はい、こいつを思えば鬱憤も晴れるってもんだ、囲まれたか、今日ここでイガダンス総長コウガ様が、そうだった、名前コウガだった、全員まとめて消してやる、いいね、かぶいてますね、ちょっと失礼さあやっちまおう、待って、コウリー、よし、オッケー、スッパより強いとも思えねえんだけどな、よいしょ、避ける、動きはいい動きしてんのかもしんねえな、よいしょ、よ、究極奥義、危ねえ、こいつでもあの隙がねえな、ゲージが出る、よ、あ出た待って、ビータロックしよう、これで削っちゃうぜ、よし、オッケー、でどれぐらい減るかな、半分ぐらいで第二形態になるかな、よっ回避、うっ倒された、くらえ、よいしょ、なんか投げる、なんだこれ、あバナナ食べたと思ったらなんかスッパー来ちゃったよこれどうすんだろう、スッパを無視した方がいいのか、待ってね、スッパもいるんかい、あれなんだ、マグネキャッチ、出たよこの爆弾、えい、お返しいたす、あスッパいる、待って危ない、必殺技でインパどこ行ったんだ、多分スッパ倒さずとも効果を倒しちゃえば、痛い、めっちゃ吹っ飛ぶ、氷使っとこ、あれスッパじゃない方、スッパじゃない方ちょっともう一回必殺技使っちゃおう、えい、意外とスッパの体力が低い、いける、これで待ってね、スマッシュで巻き込みたいがダメか、あでも勝っちゃった、スッパーまだ生きてるでござる、どこ行くの、どこ行くののそのそと撤退しましたね、まあもうイーガダンはちょっと見飽きたぐらい見てるので、今回はねどっちかというとバーナボリス操作できたのがちょっと嬉しかったかな、まあ、あとはイーガダンのアジトでも良かったね、広くて、まあ、入り組んでたから私苦手の部類だけど、うわ剣バナナすげえ74個、
さすがイーガダのアジト。落ち込んでる。こうやって見ると可愛いんだけどね。おい、てめえ、うん、やっぱり適当なこと言いやがったな。あ、こたびの件はさすがに看過できんでござるな。そうだぞ、占い師殿。すべては定めよ、この敗北さえもな。え、あくまでも私と手を切ると言うならば、それは厄災ガノンを敵に回すということ。それでよい。我が体毛のため、イーガダンはなくてはならぬ存在なのだ。厄災復活のため、これからも共に力を尽くそうではないか。とんでもねえやつに寄生されたんだな、イーガダンは。まあもともとそこまでいいやつらでもねえからな、イーガダン自体がね。シーカータワーね、なかなか役に立つじゃないか。へえ、そうでしょう。それから忘れちゃいけないのが、なんだ、あ、ワープか。今まで使ってなかったのかな。プルは驚かせないでください。ごめんごめん。でもこの機能は興味深いでしょ。まあ今のところは運べる人数も少ないし、移動先も限られてはいるけど、研究が進めばもっと役立てられるかも。ありがたいことに近頃は研究員の数もだいぶ増やしてもらえたし、私たちでどんどん研究を進めないとね。スパイも入り込みそうだけどね。心強いです。あなたがいればきっと研究の方は大丈夫ってことかな。いえ、頼りにしていますからね、プルは。なんかちょっと違う意味合いが含まれてたっぽいな、今の。まあとりあえずはイーガダンは相当できたんではないでしょうか。でもまあアジトを消しただけっていう感じか。またどっかに集まんだろう、あいつらの場合。まあ次のメインミッションがどんな感じになってるかだな。このサイドがまたいっぱい出る予感。さあ出ましたね、これはバーメドウだっけ。でメインストーリー自体はこれから樹海ダムゼル勇気の泉護衛戦。ああ勇気の泉に行くんだね、ゼルダが。じゃあちょっとごめん、でも時間が今回早いんでごめん。おまけとしてじゃあこれやるか、大妖精ね。出撃もうちゃちゃか行こう。まあ大妖精とまあ戦えるよっていうところだけちょっとお見せしたいので、多分かかっても10分ぐらいで終わると思うので、言ってサイドミッションだからね。いや10分かかんねえか、今のリンクなら。ただちょっと大妖精が強いので、必殺技ゲージ溜まってれば結構ご利用せる部分はあるんだけど、あとは道中だな。やっぱりね、あの大妖精ね、今回のブレワイのやつはルピーが大量に必要になるんで、どういう取得の仕方でルピーを集めるかにもよるんだけどね。大妖精4人いたんだよね。ああ、って助けておくれって言ってますね。目標がどうなってるか、青森ブリンを倒す。結構時間に余裕がないですね。じゃあ行きましょう。さあ来い、回避ラッシュ、いいぞ。こっちもね、なるべく早いところ終わらせたいんだ。動画時間そんな長くしてもしょうがねえから。ちょ、リンクが見えねえ。よいしょ、
もうまあその場合は火使っちまえばいいんだけど、よいしょ、オッケー。ちょっと魔法のロッドいっぱい使っていこうか今回、ささっと進めるためにね。オッケー、ルピーを集める。待ってね、ルピーを集める。じゃあ倒さないとダメかな。あ、違うな、これ目的地がこっちに出てるから、宝箱から多分めっちゃ大量のルピーが出るんで、あ、でも300か。さあ先に進みよう。あ、なんか槍構えてんな。氷だろこれ、よいしょ、えい、叩くぞ。お前にかけてる時間はないんだ、えいや。あら、失敗した。今回じゃあ凍らせちゃおう。よし、オッケー、よっ、オッケー。次あったら雷かな。で、宝箱でルピーを、宝箱どこ、ここ、300ルピー、オッケー。今回忙しい。で、次もまたをモリブリンだろ。あれ黒だったこれ。マグネキャッチ、よいしょ、ドッカーン、1234と、えい、チャージアタックで、エレキロート、いけるだろう、よし、いった、スマッシュで、宝箱発見した、あったな、こっち、これだ、よいしょ、オッケー。これでじゃあ大妖精のところに多分向かうことに、あ、まだ違うな。氷の森ブリン、こいつは炎が効くな、吠えないで、回避、ラッシュ、よし、オッケー。燃やす、燃えろ、一気に殲滅しちゃうぞ、時間が意外とない本当に。よし、宝箱発見、どこ、そこだな。残り30秒ってやばくねえか。よし、オッケー、揃ったんじゃない、まだまだ、雷の森ブリン、エッコリー、これは必殺技ガンガン使っていかねえとやべえな。なんでこんな時間ないんだろう。てい、よし、いいぞ、スマッシュ、あとは後ろを30秒以内ぐらいに倒しちゃえばなんてことはねえだろう。よいしょ、回避、よっ、くらえ、これを聞け、よし、オッケー、これを聞けって歌歌うみたいになっちまってるけど、顔面シュートしたい、よし、オッケー、スマッシュで、多分ルピーが出るんで、どっかに宝箱、こいつら強い森ブリンじゃねえ、ボコブリンだね、3つ出てます、オッケー、ルピー集まったよ、あっちです。じゃあ行きましょう、なかなかスピードで早めにクリアできそうですと。はい、ここで現れました、これがなぜかボス扱いなんで、ごめん、ちょっと見えにくいな、ラッシュ、ロッド効くんかな、そういえば使ったことあんまねえな、あ、凍った、かわいそうだが、やらせていただく、よいしょ、スマッシュ、いや体力が高いんですよこれで、攻撃もね、これよくわかんねえんだよね強さが、よいしょ、危ないな。じゃあエレキいけるか、よいしょ、で必殺技で隙を作って、ここでもう一回多分スマッシュができるんで、オッケー、スマッシュ、オッケー、倒しました、いいね、あっさりクリアできましたと、おまけとしてはちょうどいいね。まあこんな感じでね、大妖精他にもいたので、皆さんもぜひトライしてください、結構忙しかったな。でアイテムでね、妖精とかも出てきてるんですけど、ちょっといまいちまだ使い方が分かんないんで、
料理で使えるようになるのかな、もしかして。一応これで大妖精は全員助けたんじゃねえか。防御力アップとかしてくれないかね、服の強化とか。多分今回はあったらなんか、まあそれはそれでまたルピーとか素材いっぱい使うんだろうけど。お、大妖精泉に住む大いなる存在ね。上からテーラ、シーザ、ミジャー、クチューラ。あー、なんか大妖精のあれ出るんだ。なんかが上がるやつだね。ちょっと見てみようか。どういうあれなんだろうね。あ、大妖精ハートプラス2。あ、大妖精使えるようになったのこれ。あれキャラって見れんだっけこれ、どうやってかね。あ、いるわ。水産水産すげえ、これ使えるようになった。ちょっと次回あたり、まあ使う機会あったら使ってみようかな。はい、というわけで、じゃあ今回はね、おまけもありーので、やっていきました。次回ね、ここやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。